はい、それからね、パート2かな、はい、まあ日本の文化が世界の人たちにまあ分かり出してきたんじゃないかな、そうですいうことですね、はい、これインターネットの世界、 YouTube の世界、から国際革命学会もまあ立ち上げてね、いろんな人たちが参画して、まあ、そんな学会が知らなかったんでね、うん、私ももう、まあ、本当にこちらへ来る方は少ないんですけど、日本に帰られた時にここに来ていただいたりねしてるんですよ。日本に帰られた時、あの外国のお住まいされてるでしょ、そういう方たちはやっぱり日本のことを知りたい、はい、だから日本にあの里帰りした時にここへ来ていただけるんです。いやもう本当にここって本当日本の原点みたいなところに来たっていうふうに、いいこと言ってくれますな、まさにその通りでしょ、はい、もうまさにそう思いますもん。そういうことなんですよね、え、もうなんかタイムスリップして古代に行ったみたいな感じです。でここがね、先ほどもちょっと言った山城のお江の王子、聖徳太子のお子様、はい、そうですね、が山城の城がね、お城の城で書くんですよ、うん、ところが、うんうん、でもね、大っていう字ね、大なんです、はい、聖徳太子が書いたきっちりした書物を見ると山城のお江の王子の城はね、大という字になるんです。やっぱりね、隠された歴史が、そうなんですね、山のお城の城となると、うん、平城京から見た奈良山の向こう側に山のお城があると、うん、いうことで、それは平城京よりも後の時代にその山城を使い出したんですよ。それの名前に書き換えた、誰かが、学者が、うん、ここの歴史を分からなくした。ひどいですね、やっぱりね、本物っていうのは本物にされる、うん、運命にね、そうなんです、陰謀で、そうです、だからでもやっぱり本物は守られるから、こうしめきまくって実は分かってくる、そうなんです、そう、それはやっぱりね、邪悪なものにはね、やっぱり最後は本物が勝つと思うんです、私、うん、残ると思うんです。だからね、あのいつもまあ言ってるんですけど、古事記日本書紀、はい、日本の最古の歴史を書いてると言われて、はい、教科書に書かれ、はい、我々は教えられてきました、そうです、ね、ところが古事記よりも古い時代、はるかずっと先までの時代があった、うん、これが今日お買い求めいただいた、あの、日本は世界文明の発祥地というシリーズの1なんです、はい、竹内文書、ええ、これにちゃんと高祖皇太神宮富山のね書いた、うん、ここに詣でが来て、はい、もうすごい話ですね、古事記を勉強して、実戒を、帝の承認を得て、うん、すごい持って帰って旧約聖書が出来上がった、すごすぎる、すごいでしょ、これ外国人知らない、すごすぎます、ああ、でその帝のいろは姫という人をいただいて、でモーゼとできた子供が初代のローマ法、すごいですね、そのローマ法の子供がエジプトのファラオになってるんです、ものすごくつながってるんですよ、いろんなものがね、これはもう神武の子孫という方がお話しされた、とら学会ではこれは認めません、学会というのは今までの東大派閥ね、ウキペディアのね、派閥、いやらしいですね、一切書き換えない、気持ち悪いですよ、書き換えると、うん、昔の人を訪問されることになるから、うん、一切書き換えないというのが日本の方針なんですよ、うん、もうそんなほっといたらしい、そうです、ほっときましょう、あんなは、うん、ね、多数派は私大嫌いなんで、少数派、マイノリティが大好きなんです、みんな知り出してきたんですよ、え、みんな知り出してきたんですよ、だんだんね、これはマスコミが伝えないからね、マスコミしか信じない人たちには伝わらない、うん、そうですね、だ YouTube とかブログで発信すれば、うん、そうですね、ほとんどの人が知るようになってきた、今はそういう発信の仕方があるんでね、そうなんです、要するにね、ニュースなんてあれ全部何を放送するかじゃなくて何を放送しないかっていうのもすごい大事でね、やっぱりものすごく放送されてないことがあるんですよ、あります、ここのこととかね、そういうことです、ね、だからもうそんなマスコミなんか任しといたらダメですよね、だからね、 NHK も取材に来たんですけど、あの作者は竹取の物語の作者は小暮し空海と私たちは見てると、NHK の人に言うたら、はい、NHK は作者は小暮し空海とは一切言ってないんですよ、ですよね、うん、それ言ってくれたら私たちは、だからそれを言わないと NHK は放送しないんですよ、うん、どれを言わないと、要は作者が NHK が言ってるのと違うことを NHK が報道することはできないと言って変えなかった、うん、もう一回言ってください、作者 NHK が竹取物語の作者は、うん、誰かというのをもう今までから言ってる学説が説を述べなかったら放送しないんですよ、うん、具合悪いから、そうですよね、わかりますよ、うん、日本の世の中はそうなんです、わかります、うん、もう要するにね、だから一切放送して具合の悪いことは言わない、言わない、ね、だからやっぱり何を放送されてないかということをものすごく私は知らないといけないです、だから嘘ばっかり NHK で放送してるんです、そうです、うん、うん、
だから都合のいいことしか放送しないんです。わかりますよ。そうそうそう、私だってあのマスコミにも言ったけど、みんな都合悪いから、うん、あの誰も取り上げてくれなかった、まあ、だからすごいわかるんです。私もマスコミやったんでね、あまり詳しいこと言えないですよ、うん、まあ、放送マンでね、うん、あテレビディレクター、うん、ラジオディレクター、うん、いろんな先生方、うん、京都大阪、うん、関西にいらっしゃる先生方はほとんどね番組出ていただいたり、いろんな人たち名誉教授、有名な学長、と交流があってね、はい、もうほとんど知ってるんですよ、はい、でもあまりねそのあまり詳しいことはまあ言えないんですけど、はい、まあやっぱりあのこちらの方で分かってきたことはねもうこれを台にして述べてるんですよ、はいはい、うん、まあそういう先生方の説を葬るされることになるんですけど、はい、これはもう日本にとって良くないから ね、うん、はい、だから日本は世界文明の発祥地なんて言ったってマスコミは一切取り上げませんからね、うん、これが日本の社会なんです。分かります。分からない。分かります。分からない、知らない、認めないというのがまあ私の不満であり、まあそのうちにまあ分かってきてると思うんですけどね、うん、まあだからこの辺のことを私もあの物語にすることで、はい、あの発信できると思うんですね、うん、そうですね、まあ、どんどんやっていただいて、ね、やります、はい、まあ、そんなことでね今日はまあ別館にお越しいただいて、まあ、時間の許す限りね、まあ、中は見ていただくなりね、まあ、していただいたら、どうかな、そうですね、まあ思ってるんです、はい、なんかお話したいことありますか。今話したいことですか、今の世の中でいろいろ、いやもう今の世の中、私権力者大嫌いですし、うん、まあ言い方もいらっしゃいますけど、うん、っていうかもう私の印象では綺麗な人ばっかりが死んでます。綺麗というのは美しさではなくて心の綺麗な方がね、はいはい、なるなる。でクライアントの方は心の綺麗な方が多いです。まあ、殺されてるというのが結構多いんですよね。そうなんです。小渕首相そうでしょ。まあ、でいろいろある。ブレーン、ね、河合先生、小渕首相のブレーンやったんです。ああ、そうなんですか。そうですよ。で、2人とも、ね、前日までピンピンしてはったのに、脳卒中で倒れはったじゃないですか、脳梗塞。あ、そうなん、はい。で、あれは脳梗塞を発症させる薬がアメリカにあって、それで多分やられたっていう説があるんですよ。あ、そう。はい。小渕首相ね。それは知らない。あ、そうですか。それでね、まあ小渕首相暗殺説っていうのはあのもうネット見てもらったらちゃんとあるんです。あ、結構信憑性あるなと私思うんですその説は。で、河合派暗殺説はないですけどね。ああ。私やっぱりブレーンやったから怪しいなとは思ってるんです。うん、突然亡くなる。そうです。え。あの倒れられたんです。なんか毒殺というのはよく聞きますね。でしょ。歴代の首相とかね。そうですよ。でやっぱ小渕ね。でね、小渕首相ってものすごい人気がある、あの人柄の小渕って言われてたんで、うん、あの普段はぼーっとしてはるけども、ここっていう時絶対譲りはれん方だったんです。あ、でブッチホン言うてね、有名やけど、ほらあの私らみたいな市民にでも気さくに電話してくれはる首相やったんですよ。うん、あ、そうなの。ご存じないですか。だから今、まあ、その辺はね、私もご存じないのでね。あ、そうですか。あのまあ割愛 しといてね、うん、また他に何かそのなんかその可愛い早尾さん、それから、はい、あの、若い頃に、はい、あの勉強された兄弟の、はい、誰でしたかな、あの先生いらっしゃったでしょ、あの河合早尾さんか、先ほどおっしゃってた河合早尾先生ですよ。あの高坂正隆さん、高坂正隆さん、高坂正隆さんも言ってなかったかな、中澤慎一先生か、はい、あ、高宗教学者の高坂正隆さんのお話もなんか電話かなんかでされてたんじゃないか、してました。あ、違う、高坂正隆さんってどういう方ですか。なんか宗教のね、なんかその空海に関係したあの関係でね、うん、あ、奈良の、はいはいはい、あの仏教派の、はい、話されてましたわね。あ、はい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 、あれは直接は知らないです。本で見た。ああ、本で。そう、その方。で、私直接、ね、知ってるのが川原先生と、その中澤慎一先生とはお話したこともあるし、はいはい、あ、そうか、そのもう一人のその方は本で読んだだけです。ああ、そうなん。で、それでね、あの、奈良仏教の、はい、あれ何でしたかな、あの仏教の、うんと、有名な方が出てこられたというのがね、でそれでいろんな、まあ、思想的なものがね、はい、勉強されたと、はい、いうようなことで今現在、うん、それを今提唱されてるわけですね。誰が、あなたが
提唱まではいってない。提唱ではないんです、はい、勉強されてる。華厳経とか法華経とか華厳経、はい、それから大乗仏教。そうそう、はい、その華厳、まあ、経っていうのは結構古いでしょ、奈良仏教の中で。そうですよ。でその中になんか教えがあるわけでしょ、はい、それが蓮馬なんです。蓮馬ですか。蓮馬です。あ、今だからその中澤新司という方はもう多分勝負に出はったと思うんですけれども、はい、つい最近でそれ出版されたのがね、はい、でやっぱりその日本のそのでね、あの広まったその華厳経というのはやっぱりすごいと、はい、もうまず縁があってね、その因果関係じゃないんだと、もう初めからある。おだから多分ここに初めからあったわけですよ。縁があると。そうです、はい、もう初めからあったんです全部、はい、多分そういう考えやもんです。お全てはね、はい、なんか原因があって結果とかそんなん違うんです、はい、まあ日本人ですからね、うん、そういうような思想的なものはもう DNA として持ってるわけですよ。そうです、もう初めからあるんです。お、だからヤップなんですよ、うん、だから世界の人たちが何と言おうと、うん、日本のこのヤップ細胞のこれはね、うん、そう、この遺伝子というのはもうすごいものを持ってて、はい、そうです、朝鮮半島にはいないんですよ。あ、そうなんですか。中国にもいない。へえ。で、チベットにいるんですよ。チベットのモーツァルトっていう本をね、中澤新一先生は書いておられるんです、はい、ですからチベットはすごいですよ。やっぱりね、ダライラマ14世は、悲しみが慈悲の心、いや苦しみがかな、慈悲の心を作るって、はい、おっしゃってるんです。私あの言葉がすごい好きで、ええ、やっぱりね、政治家とかそういうこと、もっと苦しみを知った人がならないといけないですね。心のある人が。今の内閣のね、もう本当に何なんですか、ね、もう汚い人ばっかりになりましたね。もう汚い人ばっかりじゃないですか。皆さん言い出しましたね。はい。私はもうそうではないかなと思ってたんだけど、あ、今だから時は来てますよ。来てますね、今ね、いかにこの世の中汚いかいうのがどんどん出てますよ、不妙でね、先生が。浄化作用が今働いてきた。そうどん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 そういう人たちが、ね、世界のそういう人たちがいなくなってきたでしょ。それでね、私の母も、はい、河合先生も、私のね、はい、両方の大事な人、権力者に殺されてるわけですよ、はい、でね、多分何かを託されて、私今こういうふうに同じように権力者からものすごいひどい目にあって、こんなひどい目に遭いましたっていう物語をね、かぐや姫という名前で、臨床心理士かぐやのね、後悔っていう、そのなんていうか物語で発信しようと思ってるんです。ああ、ぜひ実現してくださいね。それでかぐや姫ですから、ここのことももちろん、うん、書かせていただきます。今必要なのはそれなんですよ。そうなんです。皆さんがね、心をね、もう悩んでおられるわけ。そうです。どういうふうにして生きたらいいのかっていうのはわからない。そうで、まあ世の中ではね、二拍子、ちょんちょこちょんちょこね、うん、でクイズね、うん、ご計っていうのがあるんですよ、これで皆さん苦しんでね、現代人が先行きが見えなくなってきてるという。ひどい世の中、もう本当かわいそうですよ、今。大事なんです。もう若い人も子供もかわいそう。でもね、これを知らしめるのにはね、なかなか難しい。だからそれを私ね、でね、河合駿先生って心の教育をしようと思いはったんですよ、はい、そしてゆとり教育を入れはったのも河合駿先生なの、うん、ところがゆとり教育は失敗した、ゆとり世代とか言ってバカにしてはるんですよ、みんな。違いますよ、そんな。だからそれが今ね、大事、そこは私言いたいんです。来てると思います、ね、失敗と違いますって、うん、そうですね、ゆとり教育、心の教育しないからこんなんなってるんです。だからそういう人たちが多くなればね、いいんです。だからね、あまりね、正面だってね、言うんじゃなくてね、そうなん、物語として、軽く感じて、伝えていくと。わかります。言うしないと、こうなんですよ、こう。わかります。引くんですよ。わかります。だから、軽やかに、かぐや姫みたいに、そうそう、優雅に、うん、物語ですから。そういうのは大事なんです。今はこんなきつく言っておりますが、うん、私、もちろん物語書くときはもっと、それが大事なんです。優雅に、うん。もともと家族の出ですから。うん、それが日本人のね、やっぱり良さなんですよ。そうなんです。逆にはそれはないわけ、うん、そうなんです。アメリカみたいな言い方しますね。騎馬民族と農耕民族言ってるんですよ、うん、そうですね。騎馬民族は、うん、戦わないと生きていけない。そうです。定住生活、私たちは物の哀れを知ってる。定住生活ができないんですよ。わかります。狩猟民族、そうです。日本人は農耕民族が定住生活で、みんな仲良く争わないんです。争わないです。これが違うんです。で、ね、今おかしいのはね、訴訟訴訟ってね、アメリカの真似してね、やってるでしょ、うん、で私も結局法律でね、
結局裁かれてね、いや向こうの方がおかしいこと言ってるんですよ、うん、だからね、だから法律なんて平安時代ありましたって、ね、あの法学部の法学士なんですよすみません、だからあの法律学学んだんですよ、うん、法律ももちろんその法律はね、イギリスのね、はい、が作った法律なんです、うん、なるほど、つまりイギリスの、うん、あの、女性おるでしょ、エリザベス女王、はい、あれがもう根幹なんですよ、で、あの人から、うん、あのアメリカの、うん、二世ユダヤと言われるですね、ロシアルとかそういう関係がずっとつながってて、うん、日本の上層部もそういう人たちとつながってると、皇室ともつながってるとも言われてるんですよ、その中の世界が動きがある、うん、これをね動かすというのはなかなか難しいですよ、うん、でも間もなく動き出してくるんじゃないかと、うん、いうことがまあ見えてきたと。今ね、令和っていう時代になって万葉集が結構人気出ております、ええ、で万葉集の時代に心はあったけど法律なんかありましたって私言いたいんです。だから万葉集も、うん、あれはあのどこやと思います、万葉集の発祥は奈良かと思ってました。奈良じゃないんです。そうなんですか、うん、どこですか。あの万葉集はね、あの飛鳥と言われてるでしょ。あ、はいはいはい、ところが飛鳥ではあの万葉集の場所は当てはまらないんですよ、うん、じゃあどこなんですか。海原があったりね、カモメが飛んでいた、あだからあ国見をした、はい、大和三山から、ね、そうですね、帝が、ええ、合わないんです、はい、たくさんの人が合わないと言われて、すごい、ところが、民族学者の一番偉い方がですね、はい、誰ですか、あの柳田国を、柳田国のさらに上、誰、折口忍、なるほど、折口忍部によってですね、はいはい、万葉集は飛鳥にあったというように書けと、いやらしいわ、せよという命令をして、もう今の本が出来上がって、私の嫌いな変な権力者ですよ、出来上がってるんです、はい、なるほど、だから飛鳥になって、うん、飛鳥がそういう、本当ところがこの京田辺にいた藤原不比等が古事記日本史記を書いたというのが、はい、藤原不比等がいたところの和尚さんが、はい、この竹取大きな博物館を作った直後に来られたんです、うん、でそこでお話されたんです、ええ、古事記日本書紀は、はい、藤原不比等が古い古事記を書き直したんです、うん、いうことをおっしゃった、うん、それ YouTube で撮ったんですよ、はい、世界発信しました、はい、数ヶ月後にみんなが知り出しました ね、 それね、うん、日本の歴史がひっくり返った。なるほど、すごいです、ね、で飛鳥から古事記日本史が飛鳥から歴史が始まったということになってるでしょ、ええ、違う、もっとはるか昔からあった、はい、書き直したんです、都合のいい天照大神ってどうなりますか。そういうのがあんまり神話の話で出てくる。そうですよ、神話にしてしまってると。天照大神っていたんですか。それらしき人たちはまあいたん、祭司者はスザノーまあ卑弥呼とかに通じる、さらにまあ、はい、そういう人たちね、ええ、天神、はい、天神の時代なんです、はい、女性が祭司してたんです、でしょ。私ね、まずね言いたいのはね、原始女性は太陽だったっていう諸さは陽子が書いておりますし、うん、日本のもともとの、ね、神様天照大神ですよ、うん、ね、スサノオなんてねひどいことするから天照がもう悲しくなって天の岩戸に困られたわけでしょ。ほんでもう昼なくなっちゃったじゃないですか、夜だけになりましたよね。でその天照を何とか引っ張り出そうと変な神さんいっぱい出てきはってた、男の人無理やったけど雨の渦めがね面白い踊り踊って出てきはった、全部女性がやってるんですよ。そうです、私だから古くは女性祭祀なんですでしょ。これなんでそんな今男性社会になってるのか。今日お求めいただいた竹内文書のシリーズ1読んでいただくと、それが明快に書いてます、はい、ですよね。天神1代から7代まで、はい、そうです、女性祭祀でしょ。そうなのになんで今ね天皇のねなんか認めない、竹内文書認めないんです学会は、認めてませんから、うん、それはわからないから一切認めません。それはうーん、だから飛鳥から歴史が始まった、それ以降の歴史は神話とされて、うん、事実ではないと、あそれは学会、学会の方針。でも今の天皇陛下も天照大神に、今の天皇陛下は 明治以降、うん、全然今までと違う系統の天皇陛下が明治以降北朝鮮からやってきたんですよ。元日本人ではない、北朝鮮の日本人と血がつながった人たちが、あの明治の頃にね、へその時の首相誰ですかが連れてきて、岸じゃない岸じゃない、あの、どうせした
誰、まあ、あのね、その明治に首相になった人がね、伊藤博文。ああ伊藤博文が山口県の田臥というところにいた人物を連れてきて首相にさせた、まあ、首相じゃない、天皇にさせた。へえ、そんなとこ。それ以降は今までの天皇との血筋がポッと変わったんです、現代に通じてる、これ日本人ほとんど知らないけど、だいぶ知り出してきました。しかし今更こんなこと言ってもしゃあないでしょ、ね、慶太天皇もなんかその途中で五世の孫を、ね、越前から連れてきて出会ったと。とは慶太天皇は祖先の孫に通じてるんですよね。今の帝はこれはまあ詳しく言うと私の命が危なくなるのでこの辺で置いときますが、ですよ、ね、今更どないするのかということにまあつながってくるんだけど、まあ、それはそれで置いといて、これは非常にまあ重要なまあこととまあつながってくる、こういう日本の国民のほとんどは知ってても公言できない、マスコミは一切言わないから、マスコミはこれ言うたら大変なことになる。そのうちマスコミも変わるでしょ。ですよね、いやもうみんな日本人、ま、テレビ不満に思ってるから。テレビ読まれるなんていただいてます？テレビ、いやあんまり好きじゃないからそんなに見てないけど、まあまあ、新聞を読まれてます？新聞、まあまあ見てもらえてます。一応朝日新聞見てますけど、私も60歳からもう昔はよく見てたけど今いろいろね、いけずされすぎて忙しすぎて、私もう2月4日立春の日から3時間しか寝てないんです、ずっと毎日。私はもう新聞テレビラジオはまあたまにあの目覚ましでね、聞くぐらいで、新聞をまず見ません、ね、一応まあ 見れるときは見てます、新聞テレビね、一応周り見てると洗脳されるでしょ。いや私は昔から疑い深いんで。ああそうやったらいいです、はい、もちろん。あれはもう見ない、そんな信用しません。あれ見てるとイライラするんだ。イライラしますよ、腹立つ、もう次から次へイライラするんですよ。でしょうもないコメント言って、違うって言ってるんです。音楽までどんちゃかどんちゃか、うるさい、喋ってる内容と合わない音楽、大嫌いですわ。どんちゃかどんちゃかどんちゃか、2拍子、あの二拍子はね、日本人はね、イライラさすための手段です、なるほどね。でクイズ二拍子ってあれですもんね、更新ですよね。クイズで日本人をバカにしてね、スポーツで、スポーツであの見て、ワイワイガヤガヤ言うて、楽しんで、というね、あの 3S 生産が、まさに今もう完成したんです。わかります、わかります。もう陰謀ですよね、これ。クイズで日本人をバカにして、お前ら知らない。そうですよね。あの番組も、あの有名な人だけが当たるようにした。あ、なるほどね。台本で。しょうもないですわ。しょうもない。で、3S 制作ですわ。スポーツで、ワイワイガイガイして、阪神が勝った、巨人が勝った、言うてやっとったらね、いいと。まあ、それはそれでいいんだけど、それとね、ゆるキャラも作戦ですってね、政治家の。あ、そう。うん。そういうふうにゆるキャラを払わして、みんなもうほら、やらゆるゆるして、反抗しないやつを作ってるんです、今。ね、今若者全然反抗せんようになっちゃったでしょ。あ、そうそう、なんでこんな老化が。いや、洗脳されたんです。なんかこんななんか反抗してるんですか。教科書で洗脳されてね。だって若者全然反抗してないから、だからそれ在日が全部やっとるんですよ、2000代が。うん、それ日本人まだ気づいてない。それ大林監督が言ってたんです。大林の監督いいこと言い張るなって、ゆるキャラ騙されてあきませんって。まあそういうのが出てきてますな。観光地でもね、なんかこんなマスコットのガールが出てきてね。そうなんです。しょうもない。ゆるキャラだらけでしょ。アニメの世界、アニメ。そうですね。ね、京アニの事件もあったけど。そうですね。まあもう今の若い子はね、アニメの世界になってきたんです。わかります。架空の世界。そうですね。架空の世界をもうね、もう世界動いてるわけです。現代を見つめない、見つめないようにしてる。これは作戦ですな。作戦です。作戦です。これにね、日本人がね、もっと気づかないか。そうなんです。みんなね、アホ、アホ言うことあるけどね。もうちょっと賢くならないと。本当は賢いのに。もうそういう勢力に、もうぴったり浸ってないと、飯が食えない時代に なってきてたわけです。やっと最近、そうではない時代がね、まあ来つつあると。いうことじゃないかなと。なるほど。思うんです。うん、まあ、そんなことでね、ここで一旦ちょっと締めて、あの龍神のね、